コンティキミュージアムに展示されているコンティキ号、コンティキ号中央部コンティキ号は、ノルウェーの人類学者、トールヘールダールらによって1947年に建造されたマストとキャビンを持つ大型のイカだ。南太平洋の諸島に住むポリネシア人の起源について、南米のインカ文明とポリネシア文明との相似点が多いことから、 ポリネシア人の祖先が南米から海を渡ってトライしたアメリカインディアンであるという説があった。ヘイエルガールらはこの説を立証するため、インカを征服したスペイン人たちが描いた図面を元にして、バルサや松、竹、マングローブ、麻など古代でも入手が容易な材料のみを用いて一石のイカダを建造した。図面に忠実に製作されたが、 航海の終わり頃まで機能がわからないパーツもあったとヘイルガールは語っている。なお食料は軍事用のレーションも積み込んでいたし、六分儀、時計といった広報機器や各種無線通信機、発信機やボートなど当時のテクノロジーの産物も使用していた。またアマチュア無線によりノルウェーを含む世界各国との交信を行っていた。 夏季の航海によって何の動力も持たないイカだが風と海流に流されてソサイティ諸島などの南太平洋の島々に漂着できる可能性を実証しポリネシア人の祖先がアメリカインディアンである可能性を証明した。船名はインカ帝国の太陽神ビラコチャの別名から命名された。1947年4月28日にペルーのカヤオ港を出発した。 コンティキ号は、カヤオコを沖 80km の地点まで、ペルー海軍の艦艇で栄光され、フンボルト海流を越えてから航海を開始した。コンティキ号は、ヘイエルダールラの予想通りに精神し、7月30日に、ツアモチ諸島のプカプカ干渉を冒険した。その後航海102日目の1947年8月7日に、ツアモチ諸島のラロヤ干渉で座礁した。 公開した距離は4300マイルに及んだ。コンティキ号は現在、ヘールダールの母国ノルウェーのオスロシビグドイ地区にあるコンティキ号博物館に展示されている。ヘールダールは1948年に漂流公開の模様をまとめたコンティキ号探検記を発表した。同書は62カ国語に翻訳され、2000万部以上の大ベストセラーとなった。 ヘイルダールたち6名のクルーとコンティキ号の公開を描いた長編ドキュメンタリー映画。コンティキは1951年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。ありがとうございます。